まこなこチャンネルです。前回猛角がこの慶州いくつか取ったところで終えました。だがそれにより魏と接してしまいましたので、この辺りの防衛をこれからやっていきたいと思います。果たして何とかなるのかどうか私にも分かりませんが、なんとか少しでも魏を倒して敵の目をこちらに向けられたらなと思います。敵軍が我が領内に向け出陣しました。ここで8万の兵が武陵にやってくると、まずは士気回復するまで待ちましょう。これはずっとここで迎え撃つべきかどうかですよね。さて敵がまず1部隊やってくる。行くぞ、敵をぶっ潰す。まずは負傷兵がいるので、お城の中で回復させましょう。そして回復済んだ武将を前に出して、こうしたポイント要所を押さえていくと。かしこまりました。これは弓が誰もいないんですよね。ちょっとそのあたりは失敗したのかなという気もしますが、お任せを。全軍敵を蹴散らすのだ。敵は10部隊になったと。おっと、ここでガクリンと赤井南が一騎打ちと。これ赤井南はかなり有名な武将ですよね。いざ尋常に勝負。武力差1と。いざ雌雄を決算。声優を目指している方とかはいつも赤井南の名を呼んで、俺は声優になるんだと、そういうことをやってますんで、ね、私もゲーム実況やるにあたっては常にこれでどうだ赤井南の名を叫んでます。どのようにするかというと、やってみましょうか。北原白州五十音アメンボ赤井南アイウエオ、これをいつも言って発音の練習をしています。声優の方々もこのように練習してますんで、皆さんこの赤井南はご存知の方が多いと。さてその赤井南、果たして勝てるのかどうか。同じ攻撃だと武力差によって負けてしまうが、敵が崩しをやってくればいいんだが、我が力に思い知ったか。私は声優になれないと、そういうことがこれで分かってしまいましたね。いやー、武力差があとわずかだったのでちょっと残念。お任せを。ほぼほぼ全員回復しきってると。分かったぜ。ドアンだけがまだ回復足らずといったところ。向こうの部隊何やってるんだ。向こうの部隊はちょっと1部隊だけ向こう向けましょうか。分かったぜ。組み立てと。ここで組み立てられて入られるわけにはいかないと。出し台をもうちょっと早くに下に行ってもらいたかったんだが、なかなか行く気配がない。さて戻っていただくとしよう。ここら辺は一旦中に。かしこまりました。いる部隊を外に出したいと。行くぞ。こんな感じで一旦外にさえ出せれば強撃もできるので問題はないんじゃなかろうかと。赤いな、間に合うか間に合わないか。士気が落ちたと。だからここで総兵強くなるのを引っ掛けてやれ。使ってなおかつ速攻采配。お前ら一気に片付けんぞ。これでまずはこの弱そうな部隊から倒していきましょう。ちょっと全員まだ表に出れてない状況なので、もう一回もうちょっと待った方がいいか。ここら辺まで来たんであれば技法である程度減らせないか。もうちょっとかな。何部隊か返したい。3部隊ぐらい返せるか。これでさて
戻っていただきます。今一部隊また登ってこようとしてますが、もうね、一度登られてしまった以上は分かったぜ、気にしなくていいのかなと。お任せを。あー、これ遠くからお任せを移動してしまうか。お任せを。いくつか部隊が出れそうだと。分かったぜ、気を入れよう。まず1部隊これまでですか。分かったぜ。いやー、この戦法は多分強いんでしょうね。ゴリゴリと減らしていくと。分かったぜ。もう、愚策を。うわー、このタイミングで陣を落とされる。うん、これは別の場所の話と。どうなってる。なぜか向こうの部隊は倒さずにいるけど、うん、別角度から来ようとしてしまってる。まあの、もう中に入られてもね、それは問題ないので。隙はなかったな。あー、でもこの投石機を壊されるのは痛いか。分かったぜ。あと2部隊、もう槍の効果はなくなってると。今だ、引っ掛けてやれ。もう1個作ってましたので、なんとかギリギリと枠の中に入っている部隊がいると。2部隊倒して、あとは向こう側の部隊を倒すのみだが、まだ2部隊ほどいるのかな。分かったぜ。これ以外にもこれは地味に攻撃力アップ。者ども、我が指揮に従え。まず一部隊長、読みが甘かったか。早い早い。おう、お前ら一気に片付けんぞ。かしこまった、うん、こちらも倒し終えそうだと。ここまでか、うん、あと二部隊だが、早急がもう少しで倒せそうだと。読みが甘かったか。分かったぜ。いや、なんとか第一陣は退けられたものの、まだまだ確か来るはずなので、それをどうするかですよね。うん、この部隊多分運転使うのかな。登ってきてくれるんであればありがたい。たか、あ、登ってこなかった。おう、どっちだどっちだどっちだ。かしこまった。いやー、所詮結構食らってしまったのかな攻撃。もうちょっと手早く倒せてればよかったんですけど。者ども、我が指揮に従え。やはり敵もこれ清涼兵かな。が甘かったか。強い馬で来てるので、こちらも強い槍であってもなかなか勝てないと。俺たちの勝ちだ。まあ音楽収まってくれればいいかなとか少し期待しましたが、そんなことはなかった。承知いたした。慶応はダメか。どうしようかな。この武量を捨てて霊寮まで戻って経緯を取って調査取ってまた武量みたいな、そんな流れでも良さそうではあるんですが、ちょっとこの調子だと武量を守り続けていても横っ腹を両方突かれて倒されてしまう恐れあるんですよね。そして義の捕虜を捕まえたので、義の捕虜に関しては全部処断していきましょう。不甲斐ない。おっと、アイテムもらえたぞ。武量はもうちょっと粘ってみるべきか。ちなみに今のを繰り返して義の勢力143名倒せばクリアができると。
そういう見方もね、できることはできるんですが、魏が慶を取ったと、孫権軍が使者が来たと、これは武将の返還だと思いますが、まあ返しておきましょうか。申し上げたき義がございます。いいぜ。まあ恩で持っておいて、いざという時は停戦とか何かしら考えましょう。さて敵がそろそろ来そうな感じではあるが、まだ足どまえしている感じかな。来るなら早く来てくれと、何回ももう取られると、何回取られた後にガッポ来られると守りようがないんですよね。いずれにしても、ああ魏が攻守を取った。まずここで敵が来てくれると、今もう敵がすでに城門の上近くまで来てると。かしこまった。これは絶対中にね入れないようにしないといけないと。なので上に2部隊ぐらい置いておきましょう。そして兵数回復している部隊を前に向けます。猛角もようやく回復かな。行くぞ。ここら辺はなんとか上は2部隊ちゃんといてもらいたいと。もう少しか、全部回復するまではもうちょっと耐えてもらってと。今こそ力を示すのです。出し大王が少し前に出過ぎかなという感じではありますが、さて惑っていただく。ちょっとまず1部隊倒すと。ここまでか。さてあと少し。お任せを。よし、全員回復したので、またこの効果使ってやっていきましょう。引っ掛けてやれ。もう降りちゃっても大丈夫かな。承知いたした。下から、まあ、全部倒していくという手もあるし、ここはしのぐぞ。また全部回復し終わった後であれば城内に入られてもね関係ないと。お前ら一気に片付けんぞ。さあ、夫婦パワーとともに次は弱いのから先して倒して敵の士気をどんどん落としていきましょう。お任せくだされ。我が剣を喰らえ。ちょっと数が多くなったら敵には戻ってもらうと。さて戻っていただくとしよう。まあいずれにしろこれでね、わ、なん、ちょっと待ってくれ、何戻ってんの。あー、何か向こうもやってきたか。向こうも技法を持ってる部隊がこれまでいたので、それで戻っていってしまったと。何名か止まったので、かしこまった。まずはその部隊だけでも優先して皆の者倒しましょう。いくぞ。で、地味な攻撃采配でも者ども、行い我が指揮に従え。このね、詳細かな、こいつが技法をやってくると、これはギリギリ届きそうだと。半分ぐらいは引っかかって攻撃力上がってるので、ここまで、ここまで来ればもうこの円の中に入るような形で戦っていけば、わかったぜ、問題なく勝てることでしょう。芝生とか来てますけど、おのれ。お、次はかっこいい。ああ、もう効果なくなった。大丈夫かな。者ども、我が指揮に従え。皆の者、今こそ力を示す。ここでまた1部隊と、あと6部隊どこにいるんだ。ああ、向こうの陣やられてると。次は宗節倒して、まあこれはしょうがない、陣取られるのは。なんか士気上がったな。そして芝生、こういった武将をね捕らえられれば
強いんですが。お任せを。者ども我が指揮に従え。それでも囲っているので、そしてまあ向こう技法を使ってくるかもしれないので早く倒してもらいたい。まだダメか。者ども我が指揮に従え。なんとか敵の指揮が落ちてくれればいいが、別部隊がやってきてしまったと。今敵がダメだな、倒しきれないな。なんとか出し台用に。かしこまりました。いくつかの敵は帰ってもらいましょう。さて戻っていただくとしよう。あとはいえここ引っかかってしまってると。ならば猛角のお前ら特攻采配で、あとは一気に倒しましょう。なんと押し負けた。残る部隊の馬の連動が低いので敵はあとは楽でしょうと。隙はなかったな。どれぐらい敵捕らえられたかですよね。芝生は普通に退却してしまったと。あともう一部隊、これは挑発か。おっと終わったと。武良が決戦場になるのかな、この調子だと。ダメか、まだ攻めてくる音楽鳴ってるか。そっか、これ職が取られてしまうと。もうこのこちら側、西側も北から攻められる恐れがあると。どんなにこうやって敵を遮断していったとしても、間に合う気配はこんなところでなさそうだな。猛角はもう前進みましょうかと言いたいけど、この部隊これ勝てるわけがないんだよね。ちょっと出足が遅すぎたかなといったところ。何回取られたと。そっかそっか、何回取られたんであれば攻守を攻めたいと言おうと思ったんですが、そうは言ってもね、孫権軍の精鋭が守っているので采配戦闘なしでは勝てる見込みもないんですよね。敵は防御力が高いものの、どうだろうか。なかなか防御力高い状態が続く。剣士采配がかなりの効果を発揮していたようだと。ゴツとツコツと都市うがい球士、ゴツとツコツが打ち取ったと敵を。素晴らしい。こうやって敵の武将数を減らしていけばね、いつかは勝つと。この辺りで抑えれば我が指揮に従え。敵もうまく働くと。さて目録大王がまだ来ないと。者ども我が指揮に従え。一気に倒した。これで何名また減らせるかですよね。だがこれ下手すると劉備軍が取られるので、そうなるとここで曹操軍を遮断したところで、さらに劉備軍の人数が追加となってしまうと。早く切れ。ちょっと厳しいか劉備。これ面地区間で戦ってくれればね、まだ防御力も増して
防げたんでしょうけど、なぜかその手前で止まってしまっていると、この場所に孫権軍の武将を置いといても邪魔になるだけですので、全部解放しましょう。この恩義忘れません。で、全ての武将講師の方に集まって、武将数が多いので金収支がものすごくマイナスになっていると。時間が経てばこれで武将の忠誠度も下がっていくので、それで少しずつ武将を補給できればいいんですけど、だが武将を取りに行く人がいないんですよね。ほぼ出陣しきっているので。さて、これは敵は攻めてこないのか、それとも士気の回復を待ってるのか。あ、これ北側は来ないかもしれないと。ああ、こうなったか。どうなんだこれは。ここで部隊出してるから牽制のために敵が前に来てるのか、それとも、あ、やっぱり牽制のために前にいたと。これはいけるんじゃなかろうか。行くぞ。あー、でもちょっと厳しいかな。この部隊楽観も一旦解放させて、お任せを。そうするとここら辺武将いなくならないかな。いなくはならないか。おっしゃ。どこか行きそうだな。でも序章がどこか行くと、この間調査行ければいいんだが、北の方から武将ね来そうなんですよね。あ、ここ在野に誰か一人いると、こういう武将を仲間にしたいけれども、ここにも在野武将がいる。ああ、この人は孫権軍の方戻らず、ここで在野になってしまっていると。ああ、そっか、捕虜解放しても戻っていってくれないのか。で、公領の方に在野武将として向かってしまったのかな、これは。いや、これはまた別なのかな。もしそうであるならば、逆に解放するのは良くなかったと。この辺りの武将を取られるのは辛いぞと。調査はいけそうか、これは。敵軍が我が領内に向け出陣しました。霊領、どういう角度で来るつもりなんだ。まあ、いずれにしろ調査はなんとか取りたい。ああ、今前に来るか。これ前に来なければ、城の中で戦えれば問題なかったんですが、前に来られると途端に状況が良くなくなると。調査の中で戦いたかった。やるか。だが、とっとと倒しましょう。さて、王位を囲って。分かったぜ、我が計略。こんな男たちに囲まれたらね、一気に士気が落ちそうですが。者ども、我が士気に従え。さて、実際士気がゴリゴリと減っていっていると。我が計略受けてみよう。おっと、士気がゼロになって、残り4000ぐらいの兵が。者ども、我が士気に従え。一気にとろけることでしょう。我が計略受けてみよう。さて、これで王位を倒し終えて、なんとか調査取り付きたい。だけれども運転をも、あ、何これ、ちょっと待ってくれ。三越大王勢がこんなところに現れたぞ。これ仮に調査取ったとしても、三越大王勢、まあ、武領か調査に来る可能性があるので、圧倒的不利な状況に。勘弁してくれよこういうの。始めるぞ。まあ、わざと取らせて、それからまたどうにかする。聞いてくんねえか。という手もありそうではあるが。俺に続く。敵軍が
我が領内に向け出陣しました。ギガガッポの方を目指してくると、ガッポを取られるとね、それだけでもうどうにもならなくなるので、この部隊は手前側でお任せを防がせましょう。ここまで出せる部隊がほとんどいないんですよね。ちょっと遠いよな、こんなところから出してたら。あ、この部隊来るぞ、諸葛丹が。戻りたくても戻れなかったんですよね、これ三越大王勢がいたので。ならば調査と引き換えといったところか。なんとか運転使ってとっとと入りましょう。さて2つほど運転を立てて、わあ敵増援来てしまったか。承知しました。うん、立ったと。かしこまった。クララが立ちましたので、ここは、わあ諸葛さんが武力攻撃と。まあ武力から部隊を出しているわけではないので、取られたところで問題はないのですが、当然気分的にも良くはないと。どうしたどうした、進んでくれ。ここは連撃使ってとっととこの陣落として敵の士気を下げます。後悔しても遅いのよ。頑張ってくれと嫁、もうお前らだけが頼りだよと。ここら辺はどうこうできる戦法がない。まあこれ一部隊だけであれば、うん、押し出せると。よしと、あとは敵の本陣狙うのみ。ちょっと一部隊向こう行ってるのは尺ではあるが、誰か追いかけさせるべきか。出し台ように追いかけさせましょう。かしこまった、分かったぜ。これは敵を倒して士気を落とせば、それだけで敵は止まってくれるので。お任せくだされ。じゃあ祝勇に任せましょう。ゴズメは、ゴズメというか陣の防御は分かったぜ。でみんな集まったところで、ここは特攻采配。お前ら一気に片付けんぞ。前に出てきてくれたことで一気に倒せそうだと。そしてまたここ陣落としましょう。後悔しても遅いのよ。よしと、ここでまた一部隊己倒してと。分かったぜ。大丈夫かな。上昇がちょっと邪魔ではあるが、全員取り付いたのであれば、また特攻采配で一気に終わらせましょう。お前ら一気に片付けんぞ。もう、あ、そっか、敵がゴズメ来るかもしれないから一応戻しましょうか。投石機があれば当然ね、投石機置いて終わるんですけど。崩されたのはこちらか。よしと、攻撃命令。者ども、ゴズメ来る前に倒し終わってくれよと。どうなるどうなる。いやー、じりじりするな。まあ、もちろん外の様子をね眺めに行くという手もあるのですが、ここは問題なく倒したと。全軍私に続け。だが武領の方の防衛にはいけないんですよね。よしと、序章を捕まえたぞ。これ三越大王勢はほんと邪魔だな。あ、これなんだかんだで勝てそうか。ちょっとこの武領に部隊移動できるんであれば、
武将を移動させたいけど、戦闘に出ていない武将を探す方が大変だと。霊寮から向かわせてと。あとこちら側には皇帝を、同志役から外れてしまうものの、今回は仕方がないか。そして、武領、ここは武将が来たらすぐ出陣できるように設定だけしておきましょう。ものすごく長い期間かかりますけど、それでも10日か。大船に乗ったつもりでいろい。じゃあお任せしますよと。巨長も来てると。じゃあ巨長を守ってから、巨長から守ってから。すごいのがいますね。序書もそうですが、次の皇帝の宗英も捕まえていると。では初段。ちっ、これで終わりか。ゲームオーバーと。だがこの調子だとこちらがゲームオーバーになりそうだと。そしてこの舞台に向かわせるのはいいものの、ここでぶつかってしまうのでちょっと無理かと。お任せください。あとは職に頑張ってもらうしかない。もう A 案は無理だと。今敵は138名、能閣軍20名と。これ調査に入れてないって可能性あるのかな、ひょっとしたら。よくあるパターンで、しかも調査を狙うぞと。やっぱり調査均衡の戦いになってしまってるな。これがあるから嫌なんですよね。やるか。ですぐ巨長にも占領されるというのが分かってしまってるので、もうね、この展開はいつも苦々しい思いをさせられると。ちょいと考えたんだが、これは全部を前の方に向けて一気に行けるんであれば良いんですが、さて間に合うかどうか。巨長が来る前に行くぞ。あの部隊さえ倒せれば良いだけですので、急ぎましょう。誰かこれ足がね速くなるもの持ってれば良いんですけど、これ自分だけが足速くなるというのしかないんですよね。わしの本気を見せてやろう。この機動力強化のが全体にかかるものが欲しい。承知いたした。もうこれはこちら側から任せた方が良さそうだと。今日とか調査への攻撃開始と。もう勘弁してくれと。承知いたした。この部隊をこちら側に逃さないように一部隊だけは置いておくと。者ども、さあどれぐらいのスピードで倒せるかな。急いでくれよ。他にも先方、これで間に合ってくれ。お前ら一気に片付けんぞ。肩をつけてくれと。間に合いそうかな、これは。おれ、巨長が取る前に間に合うか、もしくはすぐ取られているか。いや間に合ってる。結構耐久あったな。だが三越大王勢が、これ武将今東洋任務に向かってる人がいると。こちら側は諸葛さんの攻撃は防げそうだと。ここの防衛も今のところの兵数見る限りではなんとかなりそうか。これ遠くからでもまだまだ部隊来てるので、あとは諸葛がどれだけ頑張ってくれるか。でもなんとかこれはどんどんね再出陣できるので、なんとかなりそうかな。まだ遠くから来ないのであればという条件付きではありますが、
今敵捕まえてれば処断したい。捕まえてはいなかった。ではここ采配戦闘を行きましょう。兵数の回復もできそうなので、これは助かった。だがあまりここでゆっくりしててもね。分かったぜ。三越大王勢がどう動くか、まあさすがに一緒になって攻めてくることはないと思いたいですけど。さて兵数ゼロになった、負傷兵が、将兵がゼロになったところから、お任せくだされ、前に進めましょう。おっと敵が大量に動き出したな。これがどこに向かって動いているか。なんとか職を守るために、今こそ勝機だ。こちらも義の方をどんどん攻め進みたいんですが、戻っていただくとしよう。承知しました。貴様らには受け切れない。さすがに諸葛亮とかは義に取られて勝てる気はしないと。行くぞ。そして義になった諸葛亮は決して猛獲を許すことはないでしょう。 お任せよ。皆の者、ここが正念場だ。これは行った方がいいかな。おう。さすがにこの輪の中に入りはしないか。貴様らには受け切れまい。ダメか。待とう。素直に待ちましょう。こちらの力が上回ったようだな。よしと、巨長がまずは時だ。俺に続け。引っ掛けてやり。分かったぜ。全軍、うわ、敵を蹴散らすのだ。敵の全軍来てしまったか。どこからの部隊かわからないけれども、じゃあ特攻采配を。お前ら一気に片付けんぞ。これもうちょっとね、南蛮系の何かがあったらいいんですけどね。さていくら巨長といえども、この戦法と戦術両方使えば一気に倒せることでしょう。他の部隊は別のところを占領していると。貴様らには受けきれまい。なかなか今こそ勝機だ。粘るが、俺に続け。もう一度言ってきましょう。お前ら一気に片付けんぞ。守りきれなんだか。巨長捕まえてくれればね。分かったぜ。まあ、こちらはそこまで強くないのかな。読みが甘かったか。よしと、花崗岩は捕獲したと。あともう一部隊生きてるが、この陣将ちょっと奪えれば良いんですが、奪おうと思ったけど、いやこれ大丈夫か。こちらが占拠してと。お前ら一気に片付けるぞ。引っ掛けてやれ。これで敵を引っ掛けると。おう、どこだ。もうここはまだ後ろの方にいるけど、ここが正念場だ。まあ使ってしまいましょう。お前ら一気に片付けんぞ。よしと、おれ、あとはこの一部隊。分かったぜ。まだ先方も効いてるのでいいですね。いい感じに倒せそうだと。いやー厳しい戦いが続いて。我が指揮に従え。まさかもうちょっと楽できるかなとか内心思ってたんですが、おれ、特に職が崩れてるのが痛い。職がもうちょっとね、兵数を引き連れてくれてる間に、そして孫権も東の方だけは残っていて、我々が慶州取って三方から攻め寄せるという。三越大王勢、武良がいかんな。これこれが戻れないんだよね。なんでこんなところに三越大王出る。ちょっと捕虜がいないかどうか。捕虜はいると。切れ、抵抗はせん。じゃあここで三越大王と戦うわけにはいかないだろうということで、もう明け渡しましょう。そして行くぞ。こちらは南に進みます。慶応の方取りましょう。いや三越大王止まってるか。これは先ほどここで戦闘が起こってたのでどうしていいか分からず、まあいずれにしろ武良はしょうがない。
敵に捕らえられてなければよしとしましょう。そして今武将の登用もできたようなので、そのあたりは良かったのかなと。あーダメか、これはどこに来る、南来てしまうか、霊領に来てしまう。霊領の武将はこれはガッポまで戻って、ガッポを拠点に戦い続けるという手もあるけど、いやいずれにしても生徒が落ちると終わるか。じゃあこれは敬意を行かずに霊領を守りましょう。行くぞ。これならまだ可能性があるのかな。三越大王勢が戸惑っている、何をしていいのかわからず。北側は取られるのは仕方がない、城の方が楽に倒せることでしょう。いやーショック、そっか、 A 案も取られてるのか。そして2方面から攻められてるので、うわー厳しいな、北と東両方から攻められてしまっていると。武将数見る限り135名後倒せば良いだけなのですが、ちょっとこの後どうなるかまた引き続き見ていきたいと思います。続きが興味ありましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。